九御天場営業所御天場駅富士九バスターミナル富士九行御天場営業所は静岡県御天場市を中心に路線バスを運行する富士九行のバス営業所である営業所記号は G を用いる御天場駅を拠点として御天場市内や周辺の裾野市、三島市、寸東郡小山町へ向かう地域路線のほか富士登山バスや富士五湖への観光路線を運行している 1990年代から2000年代前半にかけて富士急行ではバス事業の地域分社化を行ってきたが、当営業所のみ富士急行直轄のバス営業所として残されている。もう一つ残されていた直轄営業所の川口湖営業所は2012年3月31日の出発便をもって閉鎖。翌日からの出発便は富士急山梨バス本社営業所に移管された。 旧営業所跡地には2013年8月にケーズ電機がオープンしている。また旧営業所構内には高速バスの利用者用駐車場がある。営業所移転後も高速バス停留所は移転せず、停留所名も富士急御殿場社このままであったが2015年4月25日に御殿場市立図書館前に変更された。車体外部の行き先表示器の LED 化により、 静岡県内の富士急グループのバスでは、系統番号を見られる機会が徐々に少なくなってきているが、御殿場営業所では極力系統番号を表示するようにしていた。ただし、2013年以降に設定された路線や三島線では表示しない。なお、観光利用の多い路線では2019年4月1日より、従来の系統番号に変えて、新たに路線記号が導入された。 これは、感染ルートを表すアルファベットと経路を表す数字から構成されており、富士急グループでは、同年2月14日より先行して導入されている富士急バスと同様のものである、以下、路線記号が導入された路線は、運行経路の冒頭に示し、従来系統番号が付与されていた場合には、括弧書きで平記する、当営業所の路線バスでは、 パスもスイカ及び相互利用可能な交通系 IC カードが利用できる。富士急バスと共同運行は、東営業所のみ担当。静岡県側から富士五湖へアクセスするための主要路線の一つ。年間を通じて観光客の利用が多いが、静岡県寸東郡を山町す走り山梨県南鶴郡を忍村の地域輸送、陸上自衛隊富士駐屯地関係者の輸送、 ファナック本社工場、キリンディスティラリー富士御殿場上流所への通勤輸送、さらにはキリンディスティラリーの見学客輸送など多彩な役割を持っており、山間部を超える路線にもかかわらず、終日30分間隔でいずれかの系統が運転される。2015年11月1日付で御殿場プレミアムアウトレットを発着する全便の経路変更が行われた。御殿場駅と 滝ヶ原下の間が工術の青年線と同じルートを取るように改められ、御殿場市馬術スポーツセンターへのアクセスを可能にした。山梨県内では吉田高校南口を経由するようになった。この経路変更以前は御殿場営業所所属者のみ587を表示していた。2018年10月1日より一部の便が山梨県内でお宮橋経由に変更された。 御殿場駅川口湖駅の系統の補完的な役割として、早朝と夜に集中して運行される。地元住民や陸上自衛隊富士学校関係者の利用が中心。御殿場川口湖間をより早く移動したいというニーズに応え、2017年10月1日運行開始。前述の一般路線バスと比較して所要時間が最大40分短縮した。 蒸気機載のバス停留所のみ停車する。また、富士急ハイランドは一般路線バスと異なり、第一入園口付近の高速バスターミナルに停車する。富士山エリアと富士山静岡空港が立地する静岡県の大井川流域エリアの交流を促進する取り組みの一環として、2020年2月23日運行開始、蒸気機載のバス停留所のみ停車し、 富士急ハイランドでは、第一入園口付近の高速バスターミナルに停車する、御殿場プレミアムアウトレット御殿場駅間、富士急ハイランド川口湖駅間のみの乗車はできないが、御殿場地区からは両方向に利用できる。なお、2008年から2010年にも、富士急山梨バスが、富士山静岡空港川口湖駅、富士急ハイランド間を新富士駅経由で結ぶ、高速バス。 富士山静岡空港線を運行していた、国道246号の旧道である、静岡県道394号沼津高山線と、静岡県道21号三島裾野線を通り、東海道新幹線乗り換え駅である、三島駅へ短絡する。その他、矢崎創業本社工場、三菱アルミニウム富士製作所、トヨタ自動車東日本東富士工場、 東レ三島工場などへの通勤輸送、日大三島などへの通学輸送も重い役割を持つ、静岡県道394号沼津小山線、御殿場市区間も参照一部便は、御殿場駅で川口湖線と接続している。以前は、三島本町まで乗り入れていたが、2009年10月1日付で、三島駅発着に短縮された。かつては、富士急式バスと共同運行していたが、 2018年4月2日のダイヤ改正により大幅な減便が行われた再動車が撤退したため、御殿場営業所単独運行となった。富士急シティバス御殿場三島線も参照2010年頃までは385という系統番号を表示していたが、後に富士急シティバス所属者は、同線での系統番号表示を取りやめ、御殿場営業所所属者は5のみを表示するようになった。 平日のみ運行。途中のまた生病院前までは、三島線と同じ。平日のみ運行。518は平日のみ運行。平日のみ運行。2018年4月2日のダイヤ改正により、一色を経由する系統が新設された。平日のみ運行。平日のみ運行。土休日のみ運行。土休日のみ運行。富士スピードウェイでのイベント開催時に運行される。 陸上自衛隊、滝ヶ原駐屯地、アメリカ海兵隊キャンプ富士、国立中央青少年交流の家へのアクセス路線。特に、キャンプ富士がある関係で、米軍関係者の利用も多いため、富士急グループのバス全体を通じて最も早く、行き先表示に英語が併記された、米軍関係者の便を測ったものであるため、英語表記が、キャンプ富士となっている。は、 富士山地空の森が開業する前は、お体内温泉経由と案内されていた。富士山リゾートと一体で開発された富士急ジューリーベス装置へのアクセス路線であるが、富士サファイリパークへの観光客輸送、クラボースその工場への通勤輸送、自衛隊いたずま駐屯地への関係者輸送も担う。また、三井住友ビザ太平洋マスターズゴルフトーナメントの開催コースとして知られる。 太平洋クラブ、五天場構成も行くことができる。途中の国道469号上では、陸上自衛隊東富士演習場の敷地に挟まれた場所を通過する、陸上自衛隊いたずま駐屯地への関係者輸送を担う、朝と夜の運行が中心、遊園地、グリーンパ、スキー場、スノータウンイエティなど、富士山リゾート各施設へのアクセス輸送を担う路線、ただし、 五天場駅始発時点では正面に行き先表示器は556、側面行き先表示器は557を表示する。かつては555を表示していた。平日のみ運行。平日のみ運行。平日のみ運行。コミュニティバスに準じる扱いを受けており、上限運賃が200円となっている。2019年3月31日をもって休止。平日のみ運行。 ハイキングバスとして4月から11月の土休日の運行。三島、裾野地区から五天場プレミアムアウトレットへの利用者の便を図った路線。クローズドドア方式であり、三島駅岩波駅間のみの利用はできない。共同運行する富士急シティバスは、系統番号を表示していない。ハイキングバス、富士登山バスとして5月から10月の間運行。2017年のシーズンからは、 五殿場プレミアムアウトレット始発の便が設定された。富士登山シーズンのみ運行。2017年のシーズンからは、五殿場プレミアムアウトレットを始発とし、クリーンパへ延長運転される便が設定された。静岡県寸東郡小山町より、小山町コミュニティバスと、小山、足柄地域実証実験運行バスの運行を受託している。小山町コミュニティバス以下の3ルートを運行している。 一部の便は、障害学習センター、透明足柄を越えて、連続運行している。高山、足柄地域実証実験運行バス大別して、以下の2コースを運行している。日野自動車と伊津自動車の車両の比率が高く、日産ディーゼル車が1台所属している。2018年現在、三菱不走車は所属していない。低抗外バスとして、CNG バスが2台配置されていたが、 営業所近辺に CNG 充填設備はなく、富士急ハイランド内エコステーションで CNG 充填を行うため、CNG バスの運用は、御殿場駅川口港駅が含まれるダイヤに限定されていた。現在は2台とも廃車となっている。また、御殿場市などのラッピングを施されたバスも廃棄されている。2008年11月4日以降、在籍車両が順次ご当地ナンバー、 富士山ナンバーに変更され、2010年1月現在で、全車両のナンバー変更が完了している。2006年12月31日に、日本テレビ系列で放送された、ダウンタウンのガキの使いやら編で、絶対に笑ってはいけない警察24時で、ガキ氏メンバーが乗車したバスに東営業所の日の、ブルーリボンシティワンステップバスが使用された。2013年には、日の、 ブルーリボン式ハイブリッドが2台配置された。ありがとうございます。